大阪とは喧嘩しねえことになってんだろうが。アホちゃうけよ。お前なんてくだやろだろ。逃げたかやな創業者くん。皆さんやがどうしたんだろうが。死んで責任取ってもらう。やっぱり次の頭は鳴海は俺の娘だ。ヤクザの嫁にはさせねえ。私、二郎さんと一緒になる。精神科医全体が舐められるって言ってんだ。頭に立てつくのは俺に立てつくのと同じだ。俺は親父を頭にするためだったら何だってしますよ。精神科を潰して大阪の流産会は日本の流産会にならんとあかんのや。谷口はの大阪に一戦交えたろう行きまいとるんやろ。うちとあんたらんとこ戦争やで戦争。日本中血の雨が降るわ。やられたらやり返す。覚えといてもらいましょうか。